どうもゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙、この前ジュラシックワールドを見たんだけど、ギガノトサウルスってめっちゃ強いのね。ああ、ギガノトサウルスは史上最大級の肉食恐竜で、最強の恐竜とも言われていたからな。そうなの？最強の恐竜はティラノサウルスかと思っていたわ。でもギガノトサウルスとティラノサウルスって似てるわね。同じ獣脚類というグループに属しているからな。ギガノトサウルスのことが知りたくなったわ。詳しく教えてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今回はギガノトサウルスを紹介しよう。それじゃあゆっくりしていってね。ギガノトサウルスは有板目、獣脚亜目、アロサウルス上科、カルカロドントサウルス科に属する大型の肉食恐竜で、手足には3本の鋭いカギ爪を持ち、長さ 1.9 メートルにも及ぶ、獣脚類の中で最も長い頭骨と、腹部に大きな突起があるのが特徴的な恐竜だな。白亜紀後期初頭に南アメリカに生息しており、雨季のある半乾燥気候の森林や、氾濫原に生息していたと思われるぞ。白亜紀後期って言えば温暖な気候だったわよね。おお、よく覚えていたな霊夢。霊夢の言う通り現代よりも温暖な気候で、酸素濃度も高かったんだぜ。世界の様子はというと、一つの塊だった超大陸は、七大陸にはっきりと分裂しており、多様な生物が各大陸に現れたんだぜ。ふむふむ。ギガノトサウルスって名前にはどんな意味があるのかしら？ギガノトサウルスのギガは古代ギリシャ語のギガス、大きい、ノトス、南風、サウルス、トカゲを合わせて、南の巨大なトカゲという意味なんだ。結構雑に付けられた名前なのね。大きい南のトカゲって名前がつくくらいだから相当でかかったんでしょうね。ああ、体格については諸説あり、研究者によって変わったりもするが、最大全長13メートル、体重は6トンから8トンあったのではないかと言われているな。とんでもない大きさだったのね。大型の恐竜が多いカルカロドントサウルス科の中でも一番大きな恐竜なんだ。そして獣脚類の中でも最大級の大きさなんだぜ。ティラノサウルスよりも大きかったのかしら？ティラノサウルスとほぼ同じくらいの大きさだな。ふむふむ。ほぼ同じ体格のもの同士、戦ったらどっちが強いのか気になるわね。実際に戦ったりとかはしていないのかしら？ギガノトサウルスとティラノサウルスは、同じ白亜紀後期に生息していたんだが、ギガノトサウルスは約9800から9600万年前の、白亜紀後期の初期の南アメリカに生息していたのに対し、ティラノサウルスは約6800万から約6600万年前の、白亜紀の末期の北アメリカに生息していたから、生息した時代も場所も違うんだ。だから実際に戦うことはなかったんだぜ。そうなのね。ではギガノトサウルスとティラノサウルスが、実際に戦ったらどっちが強いのかを、特徴や能力を見ながら比べてみようか。お願いします。体格はほぼ変わらないが、ティラノサウルスの体重は9トンあるから、ティラノサウルスの方ががっしりして見えるな。足の速さはどっちが速かったのかしら？走行速度はどちらも、時速20から 40km と言われてはいるが、ティラノサウルスは時速 18km から 70km まで様々な説があるんだぜ。あの巨体が時速 70km で走るのは無理がありそうだけどね。そして頭骨の長さもギガノトサウルスが 1.7 メートル、ティラノサウルスは 1.5 メートルとほぼ変わらないんだ。ところが顎の力はギガノトサウルスが1トンに対し、ティラノサウルスは最大6トンと圧倒的に強いんだぜ。噛む力は圧倒的にティラノサウルスの方が強かったのね。でもどうして体格も同じくらいで、頭骨の長さも変わらない、というより、むしろギガノトサウルスの方が、頭骨が少し長いのに、噛む力が弱かったのかしら？頭骨が大きいイコール噛む力が強いではないからな。咬合力が違うから歯の形状も違っていて。ギガノトサウルスの歯は、薄いナイフのような形をしているが、ティラノサウルスの歯は、太くて断面が D の字型をしているんだ。同じ肉食恐竜でも歯の形が全然違うのね。このことからギガノトサウルスの薄い歯は、主に肉を切り裂くためのものだったのに対し、ティラノサウルスの歯は、肉と一緒に骨まで砕く威力があったと推測できるな。骨まで砕く咬合力があるならティラノサウルスの方が強いわね。まあ、タイマン勝負では勝てないのかもしれないが、ギガノトサウルスには弱い咬合力をカバーする、発達した嗅覚があったんだぜ。この発達した嗅覚を活かして狩りをしていたんだろうな。ふむふむ。
嗅覚は良かったとしても、弱い顎の力でどんな獲物を狩りしていたのかしら？ギガノトサウルスは、竜脚類の幼体など、自身よりも小さな獲物を幅広く捕食していたと考えられているが、史上最大級の草食恐竜、アルゼンチノサウルスなどの、超大型の恐竜も捕食していたのではないかと推測されているな。顎の力が弱いのに自分より体が大きな獲物を捕食していたのね。一体どうやって狩りをしていたのかしら？ギガノトサウルスの化石は複数の個体がまとまって発見されたことから、群れで狩りをしていた可能性が高いと考えられており、群れで一気に襲いかかり、薄いナイフのような刃で何度も獲物に切りつけ、失血死を狙うか、首に食らいつき窒息死を狙った狩りをしていたかもしれないな。群れで狩りをしてたってことはシャチやライオンのように社会性があって頭が良かったんじゃないの？仲間同士でコミュニケーションが取れていたんだろうが、ギガノトサウルスの脳の大きさは、ティラノサウルスの半分、もしくはそれ以下だったと推定されているな。頭の腕もティラノサウルスに負けていたのね。それなのにどうして最強の恐竜って言われていたの？それはギガノトサウルスの化石が最初に発見された時の過大な推定体長によるんだ。発見当時は大きく見積もられてたってこと？最初の化石が発見されるまでは、カルカロドンサウルスとティラノサウルスの13メートルが世界最大の肉食恐竜と言われていたのに、非常に状態の良い全身骨格が発見され、推定14メートルもある獣脚類の化石発見と騒がれたんだ。まさに恐竜界における巨人到来だともてはやされ、ギガノトサウルスと命名されたんだが、後に見つかっていない後頭部を通常より多めに持ってしまったことが判明して、下方修正されたんだぜ。どうして持ってしまったのかしら？ティラノサウルスより大きくて強い恐竜が発見されたとなるとロマンがあるだろう？そういう期待感で大きく見積もってしまったのかもしれないな。ふむふむ。化石はいつどこで発見されたの？1993年にアルゼンチンのパタゴニアで、趣味で化石の発掘をしていたアマチュアの化石ハンターにより発見されたんだ。アマチュアの人なのに化石を発見できるなんてすごいわね。発見者であるルーベン・カロリーニ氏は、近隣の悪地でバギーカーを運転していたところ、偶然に獣脚類の恐竜の頸骨を発見したんだぜ。めっちゃ運がいいわね。その場所を専門家が発掘すると、骨格の約 70% もの化石が見つかったんだぜ。主名のカロリニーは、最初に発見したルーベン・カロリーニ氏の名前から付けられているんだ。ふむふむ。ギガノトサウルスが当時は最強の捕食者だったわけでしょ。そうだな。それなのにどうして絶滅してしまったのかしら？ギガノトサウルスの絶滅理由は、よくわかっていなくて謎なんだぜ。現在推定されている生息時期が、白亜紀後期の初頭の200万年であまり長く繁栄できなかったんだ。そうなのね。これから化石がどんどん見つかって絶滅理由なども解明されるといいわね。ということで今回の解説は以上だぜ。ギガノトサウルスのことについて知ってることとかあったらコメントで教えてもらえると嬉しいわ。それじゃあ今日はこの辺で。最後までご視聴ありがとうございました。